各国が静観を保つ中、デコポンポ率いる大和軍が円中無為に侵攻した。練度も経験も足りず、朝廷軍に怯えるばかりの円中無為兵であったが、王女安寿の激励により全軍奮起奮戦する。その姿は同時に安寿に帝としての自覚を芽生えさせる契機となった。数では圧倒的に優勢なデコポンポ軍であったが、オシトルの策により兵力の大部分をそがれ壊滅してしまう。ペリエライ、前へ。放て。下にいる連中にも油を浴びせかけよう。どけ、邪魔だ。オスだ。わしの軍勢がどうなっているでありますか。我々が攻め込んでいたはず、それがどうして。ボコイなんて早く何とかするにゃ。もうそうは言われましても。そうじゃマロロ、何をしておるか。早く何とかするにゃ。もうこんな時のためにおめあを飼ってやってるにゃ。もう見ておじゃるよ。にゃも、もはやここから立て直すことは無理でおじゃる。どんな策を講じたところで、すでに兵たちの心は知事に乱れているでおじゃる。何を叫んでも耳には届かず、故に何一つなすことはできないでおじゃるよ。この役立たずが、おめえにどれだけ金をつぎ込んだと思っているにゃも。これでは拉致が明かぬ。撤退にゃも、帝都へと一時引き返すにゃも。了解ではあります。反転するではあります。下がれ下がれ。デコポンポ殿、兵たちを見捨てていくでおじゃるか。何を言うにゃも。増兵たちを気にかけてわしが命を落としては意味がないにゃも。それにこのデコポンポさえ生きていれば、この程度の軍勢などすぐに用意ができるにゃも。そうであります。デコポンポ様と拙者が生き残ることこそが一番重要なのではあります。少年、それは一軍の将の言葉にしてはあんまりでおじゃろう。やかましい、無能の役立たずが何を抜かすにゃも。そんなに奴らを助けたいのならお土産が残って何とかしてやるがいいにゃも。できぬくせに偉そうな口を叩きよって。行くにゃも。役立たずは役立たずなりに身の程を知るではあります。マロは敵の大将が逃げる気みたいやえ。負けたからって配下を見捨てて逃亡とは、将の風上にも置けないやつだな。増兵どもは捨てておけ。それがしたちも下に降りるぞ。正常が欲するは発注将デコポンポの首ただ一つ。押しとる。これで詰みだ。何よこの花持ちならぬ若造めが。なるほど、それが遺言ということで良いのだな。正常に刃を向けたのだ。もはや生かしておけぬ。しかし貴様も先帝に仕えし者、せめてもの情け
将としての誇りが残されているならば自ら腹を裂け。待て待つにゃもう押しとろ。正常に刃を向ければ高くつく。それを世に知らしめるための贄となってもらう。なんだ、ついに諦めて開き直ったのか。バカめ、そんなわけないにゃも。今までのはただの時間稼ぎにゃも。この檻がやってくるまでのな。あれが檻だというのか。なんと巨大な。さあ覚悟するにゃも。これがわしの切り札にゃまよ。こいつはガウンジ。ガウンジかよ。オシトルの旦那、ちとまずいぜ。ビャプップ、かの遠征の後に秘密裏に捕らえておいたにゃも。確かにたやすくはない。だが、それだけだ。生意気にやれ。さあ、行くにゃも。この不届き者どもをすべて食らい尽くしてやるにゃもよ。ん？でした。早う襲いかかるにゃも。おい、どうしたのだ。ぼーっとするでないにゃも。なんでも、うわー！来るなであります。来るなどうやら手なずけられていなかったようだ。このような最後とはある意味デコポンポらしいか。兄上、このままでは。落ち着け。背を向けると襲いかかられるぞ。でも背を向けなくてもあまり変わりはないようですよ。どうやらあの二人では足りなかったみたいですから。やむを得ん。構えよ。たまには困難の相手も悪くないえ。Yeah!
ありそうだな。すごい攻撃。ここで大丈夫？奴は生き残ることを選んだようだな。どうする？追うか？いや、下手に追い詰めればそれこそ手負いの獣と戦う羽目になる。あれと戦って勝ったとしても、得るものより失うものの方が多かろう。そうだな。今は撃退できただけでよしとするか。それに気がかりなことがある。終わった。全てが終わったでおじゃる。なんと虚しい。マロ、オシトル殿、無事だったか。いや、今の自分は白ではない。悪ではないんだ。以前のように親しく声をかけるわけにはいかない。だがそうなると、なんて声をかければいい。自分はオシトル、正常を守りエンナカムイを率いる将、そしてマロの敵。マロロよ、忠義に熱いお前が何をしている。投降せよ。そして我らが正常の御旗へと下れ。オシトル殿、何よりマロロの才、溺れさせておくには惜しい。その手腕、正常とヤマトのため存分に振るってはくれまいか。頼む、従ってくれ。お前に縄をかけるような真似はしたくない。誰で、おじゃるか。うん、ギデンは誰でおじゃる。まさか正体を見破られた。マロの知っているオシトル殿はあのような真似はしなかったでおじゃる。一体何が。それは教えてほしいでおじゃる。一体。黙れ黙れ。それがしはオシトル、ウコンエ大将オシトルである。それがしは負けるわけにはいかぬ。決して負けられぬ戦をしているのだ。オシトル殿。兄様。何が、本当に何があったでおじゃるか。悪殿、そうでおじゃる。白殿に、白殿はどこにいるでおじゃるか。白殿なら何があったのか知ってるでおじゃるよ。白か。白は死んだ。よえ、何を言ってるでおじゃるか。
嘘でおじゃる。悪殿もそのはずないでおじゃるよ。嘘ではない。悪はブライとの戦いで死んだのだ。嘘でおじゃる。悪殿はそう簡単に死ぬような個人ではないでおじゃる。マロ、そっか、お前は自分を信じてくれるのか。すまない。それでも帝都を後にする道すがら、悪はそれがしを追ってきたブライとの戦いで命を落とした。アクルトゥルカとの戦いに巻き込まれれば、誰であろうと無事には済まぬ。そんな。済まぬ。しかしオシュトル殿を追ってきたということは、そこにはオシュトル殿もいたのでおじゃるか。ああ。ならばオシュトル殿はお米大将ともあろうものが友を助けられなかったと。違う。悪は、奴は、オシュトルは、それがしを、我らを守ってくれたのだ。動くことのできなかったそれがしとブライの間に割り込み、身を挺してかばってくれた。兄様、その言い方では。そんな。マロロ、我らと共に来い。悪い話ではないはずだ。お前にとっても、ハクの仇を討つこともいずれ。マロロ、友が死んだというのに、オシュトル殿はまだ戦をするのでおじゃるか。マロはもう戦なの。マロ。兄上、追いますか。いや、今のマロロには何を言っても聞いてはくれぬだろう。時を待つしかあるまい。ですが。戻るぞ、凱旋する。兄様、マロロもきっと分かってくれるです。ああ、そうだな、そうだといいんだがな。オシュトルの策とエンナカムイ軍の優先により、デコポンポは敗走した。勝利を喜ぶのもつかの間、次なる敵勢が城門前に達する。兵を率いる三日月の姿を目の当たりにし、エンナカムイへ合流するために駆けつけたのだと歓喜する一同であったが、不穏な空気を察したオシュトルは一人三日月と対峙する。オシュトル、まさか貴様と対峙する日が来ようとはな。三日月、聞いてくれ。それがしたちは。聞いてくれ。いつからそんなめめしいセリフを吐くようになった。これが最後だ。今一度告げる。貴様らがこの辺境の地でおとなしくしているというのなら、このまま黙って立ち去ろう。だがもし帝都に攻め入ろうとするならば、見過ごすわけにはいかぬ。大和を乱す逆賊とみなし、この場で断罪する。オシュトル、し合うぞ。立ち会え。もはや避けられん。やるしかない。自分が三日月と戦う。冗談じゃない。
万が一にも勝ち目などあるものか。いや、それ以前に剣を合わせればあいつは確実に気づいてしまうだろう。自分が本当のオシトルではないということに。だがここで引くわけにはいかない。あいつは、オシトルは絶対にここで引くような男ではないからだ。それはなぜ貴様がそれを。まあいい、些細なことだ。さあ、貴様の覚悟見せてもらうぞ、オシトル。数えることもできぬこと。幾度も奴と剣を交えた俺が奴が追うはずがない。貴様のそれは断じて奴の太刀筋ではない。貴様、あれだ。その鉄線、そうか、そういうことか。ならば貴様は。ふざけるな。なぜだ。なぜ貴様が。答えろ。たく、なんだって自分はこんなところでこんなことしている。もういいか。王女さんは元気になった。この国はだいぶ強くなった。この先は三日月に任せて。ハク、あとはただおしとる。そっか、そうだったな。そう簡単に休めんよな、あいつの頼みとあっては。仕方ないよな。そうだ、それがしはオシトル、オシトルなのだ。力を、意志を、それがしは受け継いだのだ。我は鳴神だ。アクルカよ、無給なる力持て。
我に雷神を喜ばせたまえ。ならばもはや言葉はいらぬ。オシドル、貴様は三日月怪我人相手では興ざめというものだ。今日のところは引いてやる。次に相まみえる時までにその傷を癒しておくがいい。それまでその首預けておくぞ。貴様の意志、しかと受け取った。戦場で会おうぞ、オシドル。さすがはオシドルよ。あの怪我でこの俺に手傷を負わせようとはな。勝ったのか。何だったんだ、あれは。あれがアクルカの力ってやつなのか。あの三日月様に手傷を負わせたって、我々の勝利だ。兄様、主様、オシドル、しっかりするのじゃ。デコポンポとボコイなんては廃止。三日月はオシトルを倒せず兵を引いたか。全ては雷光様の計画通りに進んでいます。ガウンジの回収を急がせろ。あれにはまだ使い道がある。すでに檻へと戻し、調教師が眠らせたとのことです。闇夜を待ってエンナカムイより移送します。他の者には決して気づかれてはならんぞ。しかしデコポンポもつくづく人望のない奴よ。配下の虫使いと調教師どもがことごとくこちらに寝返ったのだから。
先の賭博船の騒ぎで随分と叱責され不満が溜まっていたようです。日頃の行いがたたったということか。雷光様、三日月様に付き従うティリララより連絡が入りました。三日月様が雷光様との対話を望まれているとのこと、いかが計らいましょう。今すぐつなげ、我が言葉を一言漏らさず伝え。はは。三日月よ、すでに報告は聞いている。ご苦労だった。オシュトルを討ち取れず勝手にエンナカムイより引いたこと、全てはこの俺の失態、どのような罰も受ける所存。こたびの遠征エンナカムイ討伐を許可はしたが、それはあくまで名目上のこと、方便に過ぎぬ。貴様への命は本来オシュトルの真意を確かめ独断先行したデコポンポ軍を抑えることだったはず。オシュトルと戦い敗走したデコポンポ軍を傘下に収めたのなら、すでに貴様は責務を果たしている。だがそれでは貴様の責は問わぬ。また挽回の機会も与えぬ。兄者よ、一度は兵を引いたがこのままにはしておけぬ。いずれ奴は決着を急ぐな。貴様には帝都を守る責務がある。目先のことより今は対局を考えて行動せ。それは我が使命として重々承知している。だが兄者よ、あの男はくどいぞ。俺を煩わせるな。兵をまとめ急ぎ帝都へ戻れ。ティリリャライよ、通話を打ち切れ。話はここまでだ。はよろしいのですか。三日月様は何か言いたげでしたが。オシュトルとの再戦を願い出るつもりなのだろう。だが今のエンナカムイを力押しで落とそうなどとは愚の骨頂。奴は骨の髄までもののふ、故に好敵士との戦いにこだわり、目先のことにとらわれていてはまだ一流の武人とは言えぬな。では今後の取り次ぎは不要と。奴に言い分があるのなら帝都に戻ってから聞けばよい。これ以上話を続けてこちらの腹を探られるのは避けねばならんからな。我らの姫殿下は奥の院で静養中、政務をこの雷光に一任され、朝廷にはめったにお出ましにならぬ。お前にはそのように演じてもらった後、元のそば使いに復帰させた。朝廷内からは姫殿下の姿はかき消え、正体がバレる恐れもなくなったというわけだ。だがこのような小細工を三日月は内心面白く思っておらぬだろう。以前のように気安く交わるわけにはいかぬ。そうでした。オシュトルよ、姫殿下の布告を大和中に発し、小競り合いにも勝利した。さぞかし得意満面であろうな。だがこたびの戦で貴様は二つの過ちを犯した。八中将の中でも名門貴族のデコポンポ様を殺害したこと、そして左近衛大将の三日月様と戦ったことですね。いつの時代も真実にたどり着けるものは一握りだ。愚者は見たいものしか見ず、聞きたいものしか聞かぬもの。オシュトルよ、こたびの戦ヤマトの皆にはどのように伝わるであろうな。エンナカムイに友好的だった諸国も失望し軽蔑することでしょう。これでエンナカムイの包囲網は労せずに完成し、奴は孤立を深め、飛下の兵もろとも干上がることになる。間もなく勝利の高揚から一転し失意の底へと沈むのですね。さてオシュトルよ、どこまで耐えられるか。
抗ってみせるか。せいぜい楽しませてほしいものだ。激闘の末、仮面の力に目覚めたオシトル。かろうじて三日月を退けたものの、その代償は大きかった。戦の顛末は、師匠来光の手によって閻那カムイの惨劇として喧伝された。閻那カムイは卑怯な逆賊の汚名を着せられ、姫殿下の布告もその真偽を問われることとなった。さらにヤマトは閻那カムイの周辺諸国に向け密かに国交の断絶を要請した。情報にも長けた来光の実力を目の当たりにし、憔悴するオシトル。閻那カムイの行く末に暗雲が立ち込めていた。